はい、どうも、赤松です。せよ。よしよしよし、てれーはい。さあ、お家からですよ、ということで、あの、丸山製麺さんのですね、家二郎セットをまた、ちょっと入手したんですけれども、まずは自己紹介からします。自己紹介丸山製麺さん。赤星ですってこと丸山製麺さんの自己紹介なんですが、まあ、二郎系のもちろん麺だけじゃなくてね、うん、中華麺、うどん、そば、いろいろな麺をカバーするお店でして、うん、去年ですね、うん、注文させていただいたんですが、その時はね、うん、まだ G 系のスープじゃなかったんですね。あ、そうなんですね。そう。これが生まれ変わってですね、うん、改造したよということで。改造はい、うん。これをちょっとまた、入手して食べてみようということで。なるほど。丸山製麺さんの、着丼でございますね。いきなりいきます。はい、丸山製麺、家二郎セット、うん、野菜抜き、ニンニク、それから油が少しスープに入ってますね。はいはい、今回はもう調理分も省いてですね、うん、とにかく見てほしい。ドシンプル。そうなんです。日の丸弁当みたいな。一番強調したいところをね、ちょっと見せていきたいということで、変化のあった、製麺屋さんの麺、そしてスープを、もうじっくり見てほしい回なんで、ですね、茹で時間なんですが、だいたい4分から6分ということで、真ん中の5分を選んでおります。標準で。はい。まあ、たまにはデロ麺とか試してもいいけどね。なるほどね。で、先ほど言いましたが、スープには背脂を入っておりまして、ちょっとこう、熱湯に入れただけだとダメなんで、湯煎すると特に良いですよということです。はい。ということで、いただきます。スープですか、うん、細かい油が入ってるんですね。うん、でこの時点でこう豚の香りがすごいするんですね。はんはん、いいスープですよ、本当に。前回と比べて、はい、どうでしょう。これは相当濃いですぜ。濃いのか。はい。なるほどね。というのも、まあ、あの、うん、麺2玉に対して2袋のスープ使って、お湯1袋分っていうのもあるんですけど。あ、それだ。分量だ。でも、パワーはすごいですよ。パワーすごいです。なるほどね。一玉は 200g です、入れ前ね。今回は 400g 分食べてますけど。クリスマスさん。すっごい食べます。はい。ちょっと角張った麺なんですね。はい。で、この強力なスープにも負けない、力強い麺となってますね。食感的にはもうガチムチ麺なんで、どん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 すすりたくなりますね。アマレス麺。アマレス。まあ、確かにガチムチですけども。僕としてはね、これダルシムをすすってるのよ。いや、どういうことだ？すっごいもう。伸びる伸びる。まあ伸びるってこと。そう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 。火吹くのかと思った。あ、そっちか。あ、まあ、辛味を入れてね、火吹いてもいいですけども。さあ、こっからですよ。うん、じっくりと。あ、見てください。じっくりと見てください。さあ。洗濯機がすっごい存在感が、ね、ああ洗濯機見たよ俺も気になってたんだね、ということでごちそうさんでございましたね。やっぱり簡易完食、具が入ってないんでね。すげえ。満足感のある麺とスープをじっくり味わわさせていただきました。ということで、場所出力は 86.966。 麺量ともこの油量とだけだもんね。へい、これでいっちゃいましたよ、もう。いやー、美味しかったですね。うん、ただね、丸山製麺さん、これだけでなく、もう一種入手してるんですよ。あ、そうなんですか。はい。そっちは、実際にある二郎系のお店と、まあ、コラボをして販売している商品なんで、まあ、そういったところを取り寄せて食べてみようかなと。あー、なるほど。そういうことじゃん。はいはい。へい。具ありで？あ、今回、こっちは豚も入ってるし、なるほどね。具ありにはしようかな。ね、シンプルでしたね、今回は。いや、シンプルでしたけども、ぜひともこの、まあ、言ったらですよ、言ったら、あの具材パーフェクトに揃えて食べるっていうのを、なんかめんどくさいなと思っちゃってる人、まあ、いるんじゃないかなっていうね、そういった時に、麺とスープ用意して、そのままで食べても、バカうまいっていうのが、結局、なるほどね。そう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 、手抜きのピーポー。手抜きのピーポー、手抜きピーポーおすすめ、ボラピーポー、それだけでパーフェクトにうまいんですよ、ということで、はい、丸山製麺さんの麺、スープ皆さんも試してください。ゴッチ、
Thank you.